かけるメンバーで一番可愛いを担当してます鉛筆消しゴムの上田です。お願いします。どうも、かけるメンバーで一番しんどい相方を持っている奥村です。鉛筆消しゴムです。よろしくお願いします。お願いします。ね、見てわかる通り、月とすっぽんのコンビでやってます。終わったら顔食いちぎります。それでは早速僕たちのアピールなのですが、はい、僕がアピールしたいのはうちの相方上田くんのアホさ加減です。2人で賞レース前に真面目な話をしている間、真面目な話をしているにもかかわらず上田くんが、そうやな、でもうんこ、あ、間違えた、ザ漫才と、まさかのザ漫才とうんこを間違えるという奇跡を起こしてしまいましたので、言い間違いですね。よかったらこのアホさ加減覚えて帰ってください。はい、で僕のアピールはですね、奥村の話なんですけど、はい、奥村はよく人にいじられたりするんですけど、この前文化祭の営業に行った時に、イケメンの上田とハゲしゃくれメガネの奥村による漫才コンビ鉛筆消しゴムですどうぞって紹介されました。確かにナレーターというかね、そういう感じで、はい、ハゲしゃくれメガネって言われて入る僕の気持ちね、すごい悪口、ね、高校生というのは何にも無残なことでございますからね、さあそれということでございます、はい、次回は誰になるかお楽しみに、はい、吉本漫才劇場 YouTube 毎週更新しておりますのでぜひ見てください。以上、鉛筆消しゴムでした。